お疲れーす。お疲れ様。うっす。あれ、あゆきさん部長は？まだ聞いてないですね。あの気真面目な部長が遅刻か？会議の予定組んだの部長ですよね。どうしたんだろう？あ、待って待って。ああ、今日あれだ。部長急遽休みとのこと。あ、本当だ。おメール来てる。何何？今日中に決めなきゃいけないから3人で会議して話まとめてくれ。で、マジか。そうなんですね。そっかそっか。なら仕方ないですね。ですね。そしたら私たちでまとめちゃいましょうか。そうですね。やっべー、昨日徹夜でゲームしてて事前資料読み込んでねー。どうしよう。あ、でもそれが同期の2人にバレるわけにはいかないしな。よし、ここはうまく話を合わせるか。うそー、いつものように部長が勝手に話進めると思ってクールに理解してる風の顔でうなずく準備しかしてきてないよ。仕事できるキャラで通ってるからここでヘマするわけには。これはもう二人の会話から察するしかない。ギョリー、優秀な営業マンの俺としたことが痛恨のミス。大したことない会議だと思って事前資料ピラピラっとしか見てないや。というより全く見てないや。記憶にすらないや。もう知ったかぶるしかないや。あー、じゃあまああれですよね。そうですね、あれですよね、他社の、あれですよね、あれですね、まあ、調べは終わってるんでしたよね。あー、なんかそんな話も聞いた気がしますね。あ、そうだな、確かここのファイルに、あ、いやちょっと持ってくんの忘れたかもしんねえや。何やってるんですか。言ってくださいよ。すいません、私もないですね、ちょっと今日。あ、そうなんですか。すいませんね。あ、そうなんですね。はい、まあまあ、持ってます。いや、僕の担当じゃなかったですよね。あー、誰でしたっけね。部長が多分そこら辺の資料はまとめて管理されて。じゃあしょうがないか。そうですね、部長なら仕方ないね。そうですね。まあでも営業サイトからは どうですか。そうだね、まあぼちぼちっすね。あ、まあ、なかなか決めきらないと思うんですけど。そうちょっと僕一人じゃ難しいところがあったかなって。そう、まあ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 、まあ、結局ね、なんか何こうなんやかんや言っても最終的には部長がねこうビシッとするところだったから。そうですよね、まあ、最終の、ね、まあ、裁量はそこ決裁権は部長だと思うんですけどねえ、決めといてって言われてもね、ちょっと決まんないっすよね。なかなか僕の文章的にはやっぱりちょっとこのなんだろう、まあ、難しいというか判断が。だからお二人の見解を聞いても最終決定でいいかなって思ってる。いやちょっと私の方でもちょっとやっぱちょっとその権限がねないのでちょっと何とも言えないかなってとこなんですけど。いや僕としてもやっぱり営業側としてもやっぱり二人の意見が聞いときたいからっていうのもありまして。あ、なるほど。まあ、従来通りでも問題は今までまなかったかな。あーですね、まあ、様子見みたいなとこありますしね、まあ、今まで通りでいいんじゃないかっていう、まあ、最終の決定も、まあ、そうですね、ですか、まあ、ですね、そうですね、まあまあまあ無難ですよね、まあ、いつも通りの感じで、まあ、問題ないですもんね。営業、はい、トップセールスの赤松さん的にもそれは問題ないですよ、むしろ総務の宮野さん、あ、はい、もうそれで全然、はい、大丈夫です、はい、私も大丈夫です。じゃあまあそんな感じでいきましょうか。そうですね。そうですね。まあサクッとね決まってよかったですね。よかった。何事もなく。まあそろそろね会議終了の時間ですし。いや、とても有意義な時間になりましたね。あとで部長に議事録まとめるとして、まあ、ひとまず今日は終わっときますか。ですね。あ、念のため事前資料と照らし合わせてから報告しましょうか。どれどれ、あれ、休憩時間改善案ん、これは全然違うじゃないかい。は
い、カットお疲れ様でした。はい、お疲れ様です。あ、11時だ。お疲れ様です。あ、すいません。大丈夫なんかこれ。